海と日本。これからサップに乗って夕日を見るイベントが開かれます。私も今から挑戦してみようと思います。水俣市の湯の子海水浴場で行われている今人気のサンセットサップ、夕方の涼しい時間帯から海に出かけ、夕焼けに染まる海とともに楽しむマリンスポーツです。水俣の海をしっかりこう見てもらいたい、伝えたいっていう思いが根底にあるので、すごく夕焼け夕日が綺麗なので、まあ、それをやっぱお客さんに見せてあげたいなっていう思いで、はい、サンセットサップを始めました。リポーターの奈々さんはこの日初めてサップに挑戦。乗れました。レクチャーを受けると初めての人でもすぐに乗れるようになるのがサップの魅力。沖に向かって漕ぎ出していきます。この日は美しい夕日が迎えてくれました。建物とかの障害物も何もないから、なんかもう独り占めって感じです。水俣にこんないいところがあるなんて知りませんでした。黄金色に輝く海の上で思い思いの時間を過ごして楽しみます。人それぞれこうなんか感じる部分が多分あると思うので、それをなんかこう持ち帰って、またこう水俣の海を見た時に思い出してもらいたいなっていうのはありますね。サップで味わう水俣の海と夕日です。海と日本。